こちらはエルデンリングの攻略動画となります。ネタバレを多分に含みますので、そういうのがお好みでない方はブラウザバックを推奨いたします。動画をご覧の皆さん、こんにちは。趣味で動画を上げているもの、ルチョです。エルデンリング続きからやっていきたいと思います。さあ、巨人の山霊に来たね、このザミエルの廃墟をちょっと探索したところで前回終わってますが、ここで来たらね、メリナと話すっていうのが追加されてましたので、メリナのお話聞いていこうと思います。メリナちゃん、奥にちょっと怪しいおじさんがいますよ。伝えておきたいことがある。どうした？私の使命は母から授かったもの、聞いてますけれど、今はもう私の意思になった。そうか。母の意思とは関係なく、ただ私が望む世界の姿のために、私が心に決めたもの、決心した。誰にもそれを侮辱させない。侮辱してたやつ後ろにいるぞ。もちろんあなたにも。俺が己の身に狂い病を宿し、俺の体を火種とすることで世界を終わらせようというのは許さないと。そういうことだね、メリナちゃん。ザメルのね、廃墟を攻略したことによって胆石彫りの鈴玉3が手に入りましたので、胆石プラス6までね、無限購入できるようになりました。その結果、武器をプラス18までね、強化することが容易になりましたので、プラス18まで武器を強化しております。それによってね、ちょっとこの霊気の状態以上の蓄積が113になってるんですよね、いつの間にか。魔力の慈悲探検も正直地名の火力用に今魔力にしてるんですけども、これだったら霊気にしとくのもありかなっていうのをちょっと思ってるので、まあ目の前のザンベルのフル英雄でちょっと検証できればなっていう感じですね。で、あとは冷たいフランベルジュ、こちらもプラス18まで強化しております。まあ、ザメルのフル英雄戦でね、見ていただいた通りなんですけれども、体験とかあとは大極拳って結構ね、この昼道の関係上強いんですよ。猟犬の長牙の場合はですね、戦技が固定されてるので凍傷状態とかね、魔力っていうことができないので、だったら体験でそれをね補おうということで、この冷たいフランベルジュを18にして霊気属性にしていると。戦技は2連切りですね。ちょっと一旦魔力と凍傷でどっちの方が火力入りやすいか見てみますか。ひるみが取れるの で魔力が411173、こんな感じですね。多分これで地面入るでしょう。 OK。 381166、140の差で霊気を蓄積できるんであれば、もしかしたらこっちの方が強いんじゃないかな。一応冷たい慈悲探検で一旦行ってみますね。凍傷取れれば儲けもんなので、基本的には割合ダメージなんでね、凍傷は。さあ、それで今回はこのままね、先にどんどん進んでいこうと思っております。で、道中こんな感じでローゼスのね、像があったりなんたりして、おっとっと、そうか、お前は動くんだったな。いろんな洞窟とかが見えると思いますが、まあんまり気にせずに、とりあえず次の祝福を目指していくっていう感じですかね。さて、それでは順路っぽいところ向かっていきましょうか。どう見ても怪しいんでね、これ。はい、と1795、あ、十分だね。一撃で倒せるから問題なし。あれ司祭だよね、多分。炎のデブのやつだよね。見えざる体使ったらワンチャンバレてんじゃね。バツの茨、あ、茨のマジで、ワンチャンバレないんじゃない。もうバレないね。茨の魔術もあったから、ちょっとバスの茨も使いたいんだが、使いたいというか見たいんだが、ほい。さあ、でやつとはしっかりだね、場を整えた上で戦いたいので、こいつですらしっかりと見えない体を使って倒していく。こうすることでバレがたくする、急に光線状態に入らないようにする。さあ、行きましょうか。一気に行くぜ。
もう一丁。OK。ダメか。危ない。あっち。あっち。さあ、一発。OK。これだけ走る決勝。どんだけ入る。やっぱり入らないな。横。危な。あ、噴火か。ほい。関係ないね。あず。司祭はもうこのダウンしながらダメージ出してくるのやばいな。罰の茨。自らを傷つけ地を走る地茨を召喚する信仰21、信仰系の魔法か。追放されたトガ人たちの異端の魔術。学院が最も意味嫌いもの。罪の茨で自らを傷つけ地を走る手血茨を召喚し敵を足元から刺し貫く。連続で使用することができる。茨でその瞳を潰されたトガ人たちは永遠の暗闇で血の星を見出したのだ。一応星の魔術なんだ。血の星ね、何なんだろう。ちょっと初めて聞きましたね。茨の魔術はね、前々からありそうだなと思ってたんですけども、アルベリヒとかその辺が使ってたっぽいんでね。うわー、アイテムある。別にいらねえけど取る。あー、素質か。いやでもさっきも見た通り砕け散る結晶はやっぱ使いどころさんが難しいな。まあ、敵によっちゃねバカみたいな火力が出せるので、うわっぶね、あーバカみたいな火力が出せるので使えるんですけれども、ああいうやばいやつはちょっと知らないですね。あいつこそ使えるんじゃないか。急ぎつつも急ぎすぎずに撃ってきたと思ったら横に避ける。 OK。 そしてここのアイテムを回収。くそーダメか。いつもね声だけはかわしてるから。さあ行きましょう。いけるか。 OK。 どんぐらいダメージ入った。12,140。砕け散る結晶とか関係なく倒したな。やっぱりちょっとあれかな、武器18は早かったかな。まあでもあそこにあるからいいと思うんだけどね。さい関西8か。この周りぐるっと見てみましたが、特に重要なアイテムとかはなさそうだったので、まあ上にそのまま行ってみましょうか。ああれは先に祝福。ロスグレイスディスカバード。ぐるっと回っていきましょうか。とりあえずはまあこっち側来ちゃったので右壁ゴリゴリで行って、マップ上の黄金樹、枯れ切った黄金樹のあたりに行くっていう感じですかね。おっと待って、あれは商人だな。後っぽいな。こっち側行ってからこういう感じ臭いか。まあ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 、とりあえず右壁ゴリゴリで行きましょう。なんかちょっと強そうなガーディアンだね、あれは。一旦無視しますね。湧くのか湧かないのか分からないガーディアンは相手にしたくないので、基本的にはガーディアンは無視ですね。これね、この探石はガーディアンに壊してもらわないといけないと。今壊してもらうか、普通に。ありがとう。あ、トレトも落ちた。ありがとう。ほな、さいなら。あれ、かがり火、あ、じゃないわ。また祝福あるね。これはありがたい。ラストグレイスディスカバード。ここもメリナちゃんなしか。これ見れば分かりやすいんじゃないかな。魔術師塔がある。で、あそこの上を走って多分向こうの黄金樹の、枯れた黄金樹のところに行く。あ、でもこっちは上がれるね、普通に。はい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 。この沼地っぽいところなんか出てきそうだね。まあちょっとめんどくさそうだったら無視しましょうか。沼地のところは絶対出るじゃん。だってサインだまりあるもん。ちょっと一旦右の魔術師塔を
望む方向で行こうかな。こっち多分この魔術師等関連の道だけなのでなんか出てくると思うけどな。でここら辺が地下墓か、さっきのローゼスの。あったあったあった、これだね。なに、やばいな、これ急に吹雪が。危険だ、かなり危険な匂いがする。霊呼びの洞窟、霊呼びってことはビツムリか。ラスグレスディスカブルド。まあここはちょっと後ほどですね。あー、え、ちょっと待って、行き先が違うな。ちょっとこのマップ、このマップを探すために行くか、一旦こっちか。うわ、これ多分こっち行けないですね。この視界でこちら側に行くというのは超無謀ですね。ちょっと一旦戻りましょう。これは多分無理だな。いや、やば、そこ何、どういう感じなんやろ。もう一回進んでみる。なんかの間違いかもしれないから。あ、大丈夫かも意外と。あ、ダメだね、こっからもう、こっからもう出てるね、霧が。うわー、マジで見えな。あ、でも逆、うわー、いてつく、いぼ、ぼれ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 。あ、お前倒せばいいんだ。何も見えない、何も見えませんが、要するにお前倒しゃいいんだろ、貴様を倒せば。あ、ちゅ、うわ、さす、マジっすか。OK ぞ、1090入って2050いいよ。あ、じゃあ2500全然いいよ。で、これはこっちだな。なんとかこれで前転してればかわせるだろ、多分。君を倒せばいいんじゃないですか。やばい、これはもうなんとかごまかす、前転で。当たってないか、これでいけるか。もういっちょ、オッケー、947入って1362、いいよ。で、もう一丁、うわっ、やばい、これ危ない、大丈夫だった。あ、これまずい、これ当たると死ぬやつ多分。オッケー、勝ちだな、ボレアリス。よし、お前を倒せばこの吹雪は消えるのだろう。10番竜の心臓。あ、でもあいつ、あ、来たね、やっぱり新しい竜の力だ。なるほど、来てよかった。じゃあちょっと無理を押してきてよかったな。一旦この12万使ってレベルアップしようっと。砕け散る結晶で1000近いダメージをしっかりと与えた後にもう一回地面を取るっていうムーブができたので結構個人的には大満足。でもやっぱりちょっとプラス18まで強化したせいでかなりちょっとぬるかったですね。まあもともとレベルもこんだけ上げちゃってるのはあると思うんですけどね。あの竜を倒したことによってこの辺の吹雪を収まったと思うので、凍った湖は行きやすくなったとは思うんですが、どうでしょうか。あれ、ザリガニいるな、ここ完全に別口か。じゃあ場所が全然違うか、これもしかして。うわー、違いそう、これ道外れたか、もしかして。うわ、違うな、これ火の司祭のところをぶち抜けてここまで来ちゃったけど、合ってたわ。でも多分これこれ合ってるな。よし、着きましたよと。これでセーブかな。
あ、西部じゃない、東部だね。オッケー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 。なんでしょうか。でも全然多分これ別口だね、この感じ。ここら辺全部火の司祭がいたりしたので、ここの魔術師塔もこっから上がってきて右だから別口って考えていいね。ラスグレイスディスクバード、トロールたくさんいる。巨人墓標、あ、メリナと話せるね。ここは墓標なのか、巨人の。メリナちゃん、もうすぐだね。この先に滅びの日がある。共に旅をしてくれるのがあなたでよかった。トレントには感謝しておかないと。ありがとう、トレント。この人をずっと助けてあげてね。 To the end。 そうか、終わりまで君は一緒にいてくれないのか、悲しいな。ということは、まあもうどう見てもですよ、見た目からしてここが巨人の火の釜ですね。で、火の僧兵たちとかあの辺のやつらはその巨人の火、滅びの火を信仰してる、もともとそういうやつらだから、やっぱこの辺にはたくさんいると。だからまあやっぱりこっち側を逆に先にやった方が良さそうではありますね。あー、骸骨っぽいな。あれ？あー、なるほど。ここがちょっとしたダンジョンっぽいかな。アルター高原でいうところの日陰城みたいなやつがここにもあるっていう認識で良さそうですね。そして歩く霊廟も、歩く霊廟だね、しっかりとあると。祝福ありですね。これはちょっと一旦祝福起動させましょう。ってことはやっぱりこの先にちょっとは進んでいってほしいよっていう意思の表れですね。ロースグレスディスクバーで。あれ？こっちにまた出てるな。古遺跡谷の崖上。こっちからこう行ってこういう風に黄金寺にも行けるのか。むむ？おい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 、ちょっと話が変わってきたな、これは。じゃあ一旦ここを一区切りとして、この墓地周辺をぐるっと回りましょうか。何もなかったら、もうバッサリ行きます。よろしくお願いします。うーし、何もありませんでした。一旦黄金寺っぽい方に向かってみて、近いんでね、繋がってそうだけどね。え、また前か、骸骨。骸骨ビツムリはもうええねん。うわー、なんかこの辺海外のおじさんがいす。え、獣の瞳が震えてる。いるな、この辺に。おお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 お、どこだ、ティピアの船。こいつじゃないだろ、2体いるな、もっと奥だな。これは駆け抜けた先だろ、どうせこの辺にいるんじゃないか。まだ出てくるか。結構数がいるな。え、いないな。いると思い、ここまで馳せ参じたのでありますが、予想だにしないほどにいない。あ、こっちだ。こっちですね。で、こっちかな。この辺かな。鳥かー。用意してないな、それは。それは用意してない。これいけるか。いけないよな。鳥かー、用意してなかった。ほい、いける、どんぐらい。で、勝て。一個も生属性準備してないな、これ。これは多分この辺なら大丈夫。よし、 OK。うっ、あー、マジ危ねえ、くっそ。ほい、最悪。さあ行くぞ、しぎれの鳥。来た、月が転生。で、十分のダメージ。危ない、燃え広がるね。
あ、マジか、いいね。ガスカ、テッショオッケー、はい、おい、テッショオいけるか、オッケー、いいね。テッショオクッ、オッケー、前回前回前回、縦のタリスもあるから、これテンションできるか、オッケー、当たってないね今の、ほい、危ない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 、このボカンはね意外とダメージ少ないで大丈夫です。でここは後ろに逃げます、なぜなら狭いから。多分この辺、オッケー、でこれ全開しておきましょう。であれはしっかりと回避して撃っとけば大丈夫。危ない、こいつ強いんで多分そこそこソウルもらえると思うんで拾おうと思ったけどやめときまーす。ほい、転生、間違えた、これで2回やってくるんで転生でいきます。 OK でこれで一発、生属性の方が絶対入る。 OK で転生もう一丁、よし、これが月が、聖なる刃が死をつく。しぎれの槍来たね、あいつが使ってる武器だね。で9万8000か、まあ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 そんなもんでしょう。であのドクロたちがいなくなれば普通に帰ってレベルアップできるんでよしですね。この成功のかけらマジで何なんだろうね、ずっとあるけど、まあいろいろな人がいると思うんですよ。まあそういうなんでしょうね、1個の戦い方、1個の武器、1個のスタイルで一周ずっと攻略したいっていう人もいるし、まあ、僕みたいにねこう有効な手立てをしっかりと準備してその都度その都度ねスタイルを変えつつも、まあ、適切な戦い方をしていきたいっていう人とかね、まあ本当に10人といるですから、攻略の方法なんて好きにやってればいいと思うんですけども、僕はねこういう風に有効な手段が分かっているのであれば、有効なやり方が分かっているのであれば、どん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 それを使っていった方がいいと思っているたちの人間ではありますので、こういう風にね一体一体いろんな戦術を考えてやっているわけですね。ちなみにあの本当に攻略情報を見てないので、え、嘘、まさか出てる、出てるね、まあいいや。ちなみに本当に攻略情報は見てないので、シギレの鳥1回目はマジでかなり死にました。これにしてもじゃあシギレの鳥じゃないのかこいつらは、それともこいつらはシギレの鳥に関係なく呼び出されちゃうのかな。でも獣のひれと身がもう震えてないとすればそれで問題ないはずなので、まあヨシなんじゃないかこれは。よーし、ま、一旦ここの祝福に触れて俺はレベルアップにソウルを使う。さあこれで知力57ですね、130まで上がってきましたよ、素晴らしい。さーてこの腐れ切った黄金城のところにもどうせ化身がいるんでしょう。あるよサインダマリー、もう絶対出てくるじゃん。はい、有効にしておきましょうね。これ黄金樹じゃないのか、そうだよ黄金樹だよ、枯れたってことは枯れた化身がいるのか。いやでも化身アジンだな、ってことはあ舞い降りる化身と天使の羽、俺間に合うだダメか、ほっ回復、ほいさあ致命だ、決心一発だ、あーなんだちょっといつもと違うなそれ、あれお前何決勝の頃みたいなことしてんだ、おい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 、それはやばいんじゃないか、おい
やば。いや、これ一瞬で片付けるか。じゃあ舞い降りろ天使、いや黄金人の化身よ。さあ次だ。ダメか、いや大丈夫、これちょうどいいよ。もういちょ、 OK。 いや、ではいけるか、さすがに無理。おいっとー、おい、もういっちょ、即座に悪即残。よっつ、よっつ、よっつ、回復、さっき回復、これが悪即残だ。決心、終わりだ。じゃあな。結局魔法ほとんど使ってないわ。魔法の威力高めてきたのに。青色の結晶しずく、黄色の泡しずく。青色の結晶しずくはこれか。なるほどね。瀕死の時自動的に HP を回復する。一度きりみたいな感じかな。どうなんでしょうか。まあそんな感じだと思われますね。一個気になるのは、確かこの先にホスローのあいつのお兄ちゃんを倒すところがあったはずなので、それが一個気になるぐらいですかね。それまでちょっとやっちゃおうかな、できれば。周り何もなさそうなので、そのホスローを侵入してどうのこうのするところを一旦行ってみましょうか。なんだこれ。おお、コリン君たちじゃないかい。ああ、あなたでしたか。こんなところまでいらっしゃったのですね。祈祷を学ぶ。特になしだもんね。金仮面鏡について。恐ろしい考えにとらわれている。先生の指に、その数理と旋律に、黄金律の完全性に対する疑いを、決して許されるべきでない。傲慢を感じてしまう。傲慢じゃなかった、何だって今の。あって良いはずがないというのに、私は先生を信じきれないでいるのです。私はおかしくなってしまったのでしょうか。でも先生がまだ黄金律に忠実であれば、どうしてこんな金鬼の山の火の山に入ろうなどと考えるでしょうか。ああ先生、否定してください。私の恐ろしい考えを。私は先生を信じたい。あなたの記録者でありたいのです。なるほど、ここで飛躍が来るのか。あー、ちょっとこれは後にしましょう。さすがにね、2パターンあるんだな。忘却の飛躍をコリン君に渡すパターンと、ゾラヤス、ライアに渡すパターンの2パターンがあるということか。なるほどな。まあ確かにね、黄金律ってのはもうすでに壊れてるんですよね、多分。で、それを金仮面鏡は気づいてしまったと。黄金律、原理主義のね、探求者であるがゆえに。でもコリン君は、その日本指信仰の信徒、使者であるからして、そんなことはちょっと認められないわけですよね。だからこんな風に記録者であろうと思ったにもかかわらず、こんな風に、まあ疑いというか、もうどうしようもなく感じているという感じなんでしょうかね。お、探石9か。かなり来たな。ブラッドボーンの時はこのまま3分ぐらい待ってると、なんかもらえるみたいなのはあったんですけど、さすがにないかな。これ繋がってそうではあるな。むしろここに祝福があるんじゃないか。いや、むしろ祝福があると思ってきたんですが、うわー、ない、もしかして。こっちだな、じゃあ。ホスローのやつの方に行こうか。こっちだってさっきの、そうだよね。そうなりますよね。さあ、この辺か。どこだ、兄貴。あいつの兄貴なんだろ、多分。ディアロスの。小屋があるか。なるほど。ちょっともう一回名前見ていい？ユーの。
ユーノか、ユーノホスローね。はい。孤高なるもののボロヤ、旅巫女のフード、旅巫女のローブ、旅巫女の巫女か、旅巫女なんだろうな。旅をする巫女たちのフード、あるものは指にまみえんために、まだあるものは導くべき汗人に出会うために、巫女たちは狭間の地を旅する。魔人と戦ってるけど、あーでもここに来ちゃうのか、じゃないかもな。普通にこれだって一番最初のとこだよね多分。そうですね、了解しました。ここ絶対誰か来るな。ここなるもののボロ屋っていう名前なのに誰も来てないから絶対誰か来るけど、まあとりあえずユーノホスローに挑みましょうか。ユーノホスローのところへと侵入します。あ、なるほど、そっち側にいるのか。なんとなくそれは分かる気がするな。すまんね、展開しちゃったんだ。無知か、両手無知、そして両剣のステップ。うわすごいな、両手無知、火力がえぐい。いやーすごい、かなり面倒だな。どうするか。 OK、 捕まえた、終わったな。いや終わってない。 OK、 さあこれはちょっとスタミナ回復に回そうかな。いや面倒だな、あの距離感。出して、 OK、 終わったね。これはさすがに。ユーノホスロー、すまないな、弟は俺に任せてくれ。元の世界に戻ります。ハーツバンクレッジ。これでもあいつと敵対しないか、大丈夫か。ホスローの花弁、ホスローの兜、ホスローの鎧、ホスロの思考、ホスロの足考、ホスロの花弁。出血状態異常あり、戦技キック、キンギ D。鋭い刃の花弁を、いや、刃の花弁っていうか、これは茨だろ。鎖のように連ねた金属の鞭。名門ホスロに伝わる工芸品のような獲物。高い技量が必要だが、ついてかな、ついてに大量の、対手かな、なんだ、対戦相手ってこと対戦よろしくお願いしますってことかな。大量の出血を強いる。ホスローは血潮で物語る。確かにな。ホスローの兜、装備装を花で飾った銀鉄の兜。メモホスロー当主の証。あ、当主だったんだ、ユーノは。ユーノホスローには弟がいた。口先ばかりの育児のない弟。これディアロスのことだな。そして弟の無能がゆえに兄弟で当主の座を争うことはなく、兄は弟を愛することを許された。あ、愛していたのか兄じゃ。銀鉄を赤で飾った豪奢な銅鎧、名門ホスローに受け継がれる装備。火山間の勧誘を受けた時、ユーノホスローは静かに断った。血塗られた道ならすでに歩いている。だが俺は自分を決して英雄とは呼ばない。お兄ちゃん、基本的にお兄ちゃんめっちゃいいやつだなこれこれかなりいいやつですね。弟思いで、それでいて耳障りのいい言葉には迎合しない、そういった感じのいいやつではありますかね。まあ今まで倒してきたやつらもボス戦の協力をね、金サインを書いてくれるような人たちばっかりだったので、まあいい人たちではあるんですよね。ただそれは火山館にとってはね、黄金寺側に組みする行動、古い騎士の考えということで火山館にとっては邪魔だったという、そういうだけの話だとは思うんですけれどもね。ということで今回はここまでにしておきたいと思います。次回はね、この周りの探索をしたりとか、あとはそうだな、先に火山館のイベントをこなしちゃうかもしれないですね。この動画面白い、うまいなと思った方はですね、チャンネル登録、高評価、あとはコメントなんかでね、こうしてほしいとか、ここへこうした方がいいですよとかっていうのがあったらね、書いていただければ嬉しいです。
最後までご視聴ありがとうございました。良い子は寝る時間、おやすみなさい。お疲れ様でした。バイバーイ。